帝国学士院は大日本帝国にかつて存在した国立アカデミー。現在は日本学士院に改祖されている。帝国学士院は研究者に対する検証等の授業を通じ日本の学術の発展を図る目的で設置された。設置根拠は1906年に直例として交付された帝国学士院規定などに基づく。文部大臣の管理下に 位置付けられており、職員として置かれた初期にも、文部官僚が任じられた。会員の定数は60名とされ、直視により任じられた。当時の日本は、帝国としての勃興期にあたり、それ以降は、日本列島だけでなく、台湾や南からふとといった外地にも、半島を拡大していったが、その広大な領土の各地から、 優秀な研究者が会員として選任された。また、日本国籍を有しない研究者であっても、日本にとって功績があると認められた場合は、客員として迎えられた。また、貴族院には、帝国学士院員会員の議席枠が4議席確保、されており、井上哲次郎、小野塚貴平次、田中岳愛吉らが貴族院議員に就任するなど、帝国議会にも、 一定程度の影響力を保持した。また、帝国学士院規定第9条を根拠として、万国学士院連合会や国際学士院連盟に加盟しており、日本を代表するアカデミーとして、国際的にも認知されていた。1947年の政令により、帝国学士院規定は、日本学士院規定に改正され、帝国学士院も日本学士院に改称された。 内部組織は、会員の専攻分野ごとに分かれており、人文科学、社会科学系の会員は、第一部、自然科学系の会員は、第二部に所属していた。組織の長として、帝国学士委員長が設置され、幹部として、帝国学士院幹事、及び、各部の部長が置かれた。費用や、学術書、研究所などの観光を行い、知識の普及、啓蒙に努めていた。 帝国学士院としての起用は、1912年から、プロシーディングス・オブ・ザ・インペリアル・アカデミーとして、刊行された。それから30年が経過した後、その日本語版である、帝国学士院記事の刊行が始まった。なお、帝国学士院記事は、後に、帝国学士院ン記用に改題されている。学術で顕著な功績を残した研究者に対して、 帝国学士印象を授与していた。特に功績が優れていたものに対しては、恩師賞が授与された。また、皇太子、広人親王と、良子女王との成婚を記念し、一時、大阪毎日新聞東京日日新聞寄付東宮ご成婚記念賞が授与されていた。この賞は、毎日新聞社からの寄付金を原資としていたが、その後、 帝国学新賞に統合された。ありがとうございます。